はいどうも皆さん、キャシーと申します。本日はインポスターハイドというホラーゲームを遊んでいきたいと思います。こちらは宇宙人狼ゲームアマングアスを 3D 化したホラーゲームになっておりまして、いわゆるファンメイドってやつですね。海外で作られたフリーのホラーゲームです。なんですけども、こちらめちゃめちゃクオリティが高くてですね、再現度がすごいんですよ。一番有名なね、デフォルトって言い方おかしいな。一番有名なステージあるじゃないですか。あそこをね、完全再現していて、タスクとかもかなり、寄せてるんですよ。で、かなり面白いんですけども、見ていただける通り、レベルがあります。今、レベル18って書いてあるんですけども、実は一回撮影しておりまして、レベル1からレベル5までやったんですけども、ちょっとぬるすぎたと言いますか、特に苦戦することなくクリアしてしまったので、ちょっと先の方までレベルを上げました。で、もう一回撮影しようかなということで今やっております。で、実際に、レベル9あたりで結構難しくなって、レベルが上がるごとにインポスターの速度も上がるし、数も増えるし、サボタージュ、妨害の頻度もかなり上がってくるという形なので、レベル19からちょっとねやっていこうかなと思います。では行きましょう。はい、で左上のねタスクをこなすのが目的と、もう音するな。で、マップですね。もうこの再現度すごいよね。あー、もう来ちゃった。で、あれがインポスターで、これ結構スピード上がってるんですよね。レベル1だとめちゃめちゃトロトロ歩くんですけど、このレベルになるともう結構なスピードで追ってきます。なのでとりあえず行きましょう。で、これはオリジナルの方をね、やっているとマップ覚えやすいのでかなり有利かなとは思うんですけども、これやっちゃわないと、これだったらまだいいかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と OK で、こっちか。あ、やばい、まずい、これ来たらまずいな。あー、入ってきたな。これ見られたら終わる、見られたら終わる、気づかないで。 OK、 危ねえ、危なかった。今気づかれたら終わってましたからね、完全に。で、ちなみに、原作にはない、原作っていうとなんかあれですけど、オリジナルの方にはない要素なんですけど、本来だったらインポスターが使える、このダクトですね、ダクトとかに隠れることができます。これで、隠れてしのぎながらタスクをこなしていくと、あー、フィックスライト、こんな感じでサボタージュされます。で、これはオリジナルと同じようにですね、行こうかな。明かりをつけないとちょっとやりづらい。んー、やばいな。 OK で、ポチポチポチと。 OK、 まずいまずい、めっちゃ吠えてんな、やばい、あぶねー。ちなみにですね、隠れるところを見られると普通に殺されます。ガバガバではないですね。なので、あいつの視界に入ってない状態で、隠れてあげる必要があるということですね。いやー、近くにいるな。 OK、 左側、あー、もう全部左じゃない、右側か、右側の方に寄ってますね。あー、鬱陶しいな。やばいな、そっちにいるとまずい。隠れて、通り、止まりやがったな。いや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 、あー、戻ってっちゃった。いやー、戻ってほしくねえんだよな、戻ってほしくないのよ。ちょっとこっちにおびき出したいな。いや、まあいいか、ついてっちゃってもいいけどな。でもね、確かね、そこで振り向くんだよな。そうなんだよね。あっ、消された。じゃあいいや、一旦ここでやり過ごして。いやー、結構しつこいんだよね。なんで、いや、俺見られてない、見られてない。ちょっと待って、俺見られなかったよね。なんでやられたんだ。
あれおかしいな、見られなければ死ななかったんだけど。あれ？なんかちょっと厳しくなった。あーやべ、近くにいんな。マジか。いや今のはやられる想定じゃなかった。おっと、まあいいや。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、おっとこれか。こっちを済ましてしまって、一応一応ここまでねやってきてるんで。あー終わった。ちょっと待ってくれ、間に合うか。いやダメくせえな。あ大丈夫だ、今度は大丈夫だ。判定がよくわかんないな。さっきはなんでダメだったんだ。そう、本来だったらこうなるはずなんですよねって。うわお、酸素ですね。うん、次から次と。でこれはオリジナルの方でもある O2 酸素ですね。で2箇所止めないといけないんですけども、オリジナルの方だと一定時間内に止めないとゲームオーバーなんですが、こっちの方ではゲームオーバーにはならないみたいですね。ただこのアラームが鳴ってる間はタスクを進めることができないと。なので強制的にあの2箇所を止めに行かざるを得ないっていう、これがね思った以上に厄介なんですよね。あ、いるか。あ、いるな。ちょっと待ってくれ、気づくなよ、行っちゃってくれ。 OK。 どっち先行こうかな。多分ね気づかないんじゃないかな。気づかないね。ん？気づかれた？まあいいや、気づかれても見失ってくれると思うんで。では1個目止めて、なんか今声聞こえた？大丈夫かな。あとですね、なんか宇宙に気持ち悪い生物いるんですよね。本来の方にもいるのかな、あんなのは。大丈夫かな？ここ怖いんだよな。鉢合わせする可能性があるから。OKOK。で、止めると。うん、近くにあんね。でも、ここ、ロングタスクじゃなかったっけな。いや、ここは大丈夫。いや、近くにいんな。いや、近くにいんな。うわー、どうしよう。あ、そっから来やがったか。こっち側タスクねえんだよな。右側に寄っちゃってるから、こっち行ってもしょうがないんだよな。ちょっと待ってくれ。とりあえず、ぐるっと回っちゃうか。ぐるっと回って、何見つかった？そこか。3体いるからな。結構、厳しい。レベル1とかだと敵1体しかいないんで全然怖くないんですけど、さすがに3体もいられると結構厄介なんですよね。大丈夫かな。 OK 止めて、あと1個、いやあと2個。うーわー、フィックスライト、ここで止められたか。うわー、しかもいるな。あーっと、そっちで気づかれたか。いや、ぐるっと回って、ぐるっと回っていこう。これ正面から来たら積む。 OK 大丈夫。ここで止める。で大丈夫か、戻りてんだけど。いやー、いるなー。なあ、しょうがない、回ろう。大丈夫かな、回って鉢合わせが一番最悪なんだよな。アイル隠れちゃった方がいいんだけどね、本当は。安全策を取るのなら。まあでもあいつ追いかけてくれてるんだったらこっちにはいないはずだから。OK。
あ、やばいな。ロングタスクやる余裕はないかもしれない。今声聞こえたな。あ、ダメだ。あー、くそ。ロングタスクはきつい。ちょっと待ってくれ。一旦こっちにしよう。こっちはすぐ終わるでしょ。くそ、あそこは、あー、またライト。アラームじゃねえだけまだマシだけどな。あそこのロングアップデートや一番めんどくせえな。あ、正面にいる、これいるな。いや、ぐるっと回ろう。ぐるっと回って正面から来られたら終わると。だから、あいつ引き離さないとダメだな。ちなみにこの視点もあります。これかわいいよね。かわいいよねとか言ってる場合じゃないんだけどさ。とりあえず、いや、こっちに呼び寄せちゃった方がいいかな。来い。戻るな、戻るな、戻るな。そう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 、来い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 、こっちまで来い。そこずっとうろちょろされると邪魔だわ。こっち行って運よく他のやつに会ってないからいいけど、あと2体いるはずなんだよね。いや、あ、ちょっと待って、向こうからも来たな。いや、こいつも呼び寄せちゃおう。来い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 。どうしよっかな。ここをここまで呼んじゃって、うわ、ここでアラームか。うわ、右からも来た。くっそ、アラームさえ来なければ今勝ちだったのに。くっそ、これ止める。で、見つかった？大丈夫か？いや、もうしょうがない、アラームを止めに行こう。こっちにいねえよな。オッケー。じゃあこれでアラームを止めて、よし、頼む、あそこにいないでくれよ。あと妨害も勘弁。いや、いるな。くっそ。あ、そっち？待って待って待って。あ、引っかかった。危ねえ。こっちまで来ない？あれ、来ないな。いやー、めんどくせえな。ちょっと待って、あれ、いないな。頼む、もうちょっと、もうちょっとなんだ。オッケーだね。あれ、あー、終わった終わった。ふー、危なかった。じゃあ次レベル20もいっちゃいましょうか。多分何か変わると思うんですよね。もう1体追加されるとか。20、いい区切りですね。うわっ、え、今落とした？え、今落とした？全然気づかなかったけど、え、もしかして音しない？気配消えた？え、そんなわけないよね。それ無理ゲーだよ。びっくりした、今すっげーびっくりした。あー、走ってたから気づかなかっただけか、だと思いたい。いや、今マジでびっくりしたすっげーびっくりした。とりあえず、アップロードデータ2つもあんのか。いやらしいな。あ？向こうから来たか。こっちのタスクやっちゃうか。こうでしょ？で、来るのそんなに、
通常よりは足速くなってるとはいえ、こちらの方が足速いのことには変わりないんで、そこまで警戒しなくても大丈夫かな。こっち OK。あ、ここだね、アップロードデータは。OK、これさえやっちゃえば、あとは簡単だね。あとはショートタスクしかないから。あ、消された。ちょっと待って。待ってよ、夫大丈夫かな？急に出てこられたら終わるけど。OK。よっ。これで OK。あ、ここ1個あるね。うん、これだったらなんか普通に行けちゃいそうだな。結構ね、囲まれたりしなければ多分大丈夫だとは思うんだけど。近くで落としてんな。まあ行っちゃおう行っちゃおう。この正面だね。うん、俺のやっぱり腕も上がってるからこれぐらいだったらいけちゃうね。はい、オッケー。じゃあもう一回レベル21いってみましょうか。これが毎回ね、どっち側なのか忘れちゃうんだよね。忘れちゃうっていうか分かんなくなるんだよね。よし、じゃあ隕石を。もうこれとかも再現度すごいよね。まあ 3D にはなってるけどさ。よいしょ。これ本家の方もさ、 3D 版とかあったら面白いだろうね。あ、やっば。ちょっと、ただ 3D になったら視界が狭いから、インポスター側めちゃめちゃ有利だろうね。実際に 3D でやったら、やってみたい気はするけど、その場合はちょっとインポスター側が不利になるような何かしらをやらないとバランスが悪いかもしんない。 OKOK。でも3体ぐらいでもそうでもないな。レベル9の時は結構苦戦したんですけど、レベル9の時は2体だったんですよね。2体だったんですけど、なんかすっごいいいタイミングでこんな感じでサボタージュされて、でしかも結構こちらの位置把握してんのかっていうぐらい近くに来て、なかなか動けなかったりしたんですけど、特に問題なくいけちゃってますね。よし、じゃあこれをこう。あと2箇所かな。たまたま運がいいのかもしんない。たまたま運よく来ちゃっているだけかもしれないですが、よいしょ。さあ、これ待たないといけないんだけど、どうしようかな。いや、来てんな。ちょっと待って、とりあえずこれは終わらして隠れよう。来てるわ。うわ、最後アップロードデータか。あー、そこね。入ってくる？てか、ここのさ、ダクトは繋がってないんだね。そこは繋げてほしいな。うわー、ライト消された。あ、入ってきたな。もう血しぶき上げながら歩いてきてるからね。まあ確かになんかああいうのあったよね、舌伸ばしてさ相手を殺すみたいなキルモーションあったと思うけど、確かに中身どうなってんのって考えたらあんな感じなのかもしれないけど。いやー、近くうろちょろしてんな。まあでも舌いって電源復旧させた後、そのままあれかな、アドミンのところ行って、まだ近いな。もう行っちゃった方がいいかな。いや、チケンだよな音が。 OK、 そろそろ大丈夫かな。おーっとー、めっちゃ近くにいたー。
あ、やばい、なんか近くにいる声が聞こえる。ちょっと待って、こっちやばいかな。うわ、ダメだ、くっそ、こっちにもいたら終わる。大丈夫かな。ふう、とりあえず電源の復旧をさっさとしないと。こっちにはいないでくれよ。いや、声聞こえんな。あ、大丈夫、こっちにいなければ OK。 どっちだ。うわ、そこか。だけど1体だけなら大丈夫よ。1体だけなら行っちゃうよ。 OK、 あとはこれ間に合うでしょう。いや、入ってきた、今音聞こえた。じゃあ大丈夫だな。はい、オッケー、クリアしました。うん、なんかこれぐらいのレベルでも大したことないですね。とりあえず2体いますね。やっぱりレベル20になってから足のスピード下がってるよな。区切りがあるんだな、多分。だから多分19あたりが、おお、すごい、3体いるね。あと1体ぐらいもういるんじゃねえかなって気がするんだけどな。お、すごいすごいすごい、やかましいな、やかましいな、めっちゃすげえやかましい。あと案外バカだよなこいつら。正直後ろに回り込んじゃえばこいつら気づかないんだよな。すごい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 。3体しかいなそうな気がするな。もう1体ぐらい来てほしいんだけど。あー、明かり消されちゃった、せっかく見てたのに。うん、やっぱり3体しかいなそうな気がするね。うわー、はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。